一対ゼロ、カラスの先制点。そうだよ、あれを見逃したの。よし、猫魔なんかに一点も取らせんじゃねえぞ。どなたか知りませんが、カラス殿の応援団ではありません。出た、スカウト。あいつらずる賢いし卑怯だし、そもそもね、ちっこいんだよ。そうそう、あんな奴らがなんでこんなとこまで来てんだってんだ。それにミカちゃんと待ち合わせしてたのにすっぽかされた。 え今のはいい。カラスの、はい、猫魔コテンパンにしてくれよ。え、いっぱいいっぱい。カラスの、なんじゃないか。野郎狙って返したな、ほんと嫌なやつ。そうなんだ、覚えとけよ、こいつほんと性格悪いから。蹴るぞー、出てこー。出てこー。アッサーティーアッサーアッサーアッサーティー。いいね、あんたらのエース。ユウ、あっきの反対にあげましたね。このセット動きが少ないから、小さな動きを余計に意識しちゃうんだよね。あれもわざと。嫌いだわ。おい、ケンマ、いつもより動きにキレがあるな。ごめん、よく知らないけど俺、あいつも嫌いだわ。わかった、なんであいつが嫌なのか。似てんだ、トサカ野郎に。全国クラスのスパイカーがいなくても、きっちりセッターにボールが返りさえすれば、ネコマには多彩な攻撃がある。クソが。進化してますね。カラスのがミスしたから。あ、いや、最後のコズメの返球、スパイクの体勢に入ろうとするスパイカーたちの絶妙な間を狙ったんだよ。セッターがトスを上げに走る道、人が交差する場所で、なおかつリベロの逆をついた。カラスのは攻撃意識の強いチームだけど、今のは全員の意識が攻撃へ強く向いてしまった。そこを狙うコズメもコズメだし、お前らもお前らだ。長所が裏目に出たってことか。はあ、ねえ、上がってく守備力、繰り返し拾われるストレス、そして疲労。よほど精度の高い攻撃をしなければ拾われてしまう。必要以上に守備を意識してしまうゆえのミス。これが守備の完成形だ。あんたどっちの応援団なの？面白いじゃないか。キャラキャラ、もう何やってんだよ、ネコマ。あ、違う違う違う、え、ざまあ見ろ、猫魔の野郎。これ、あんたさっきからブレブレなんだけど、どっちの応援したいの？あ、いや、それはまあ負けたの、猫魔。はい、ミカちゃん、なんでなんで。だってすぐに一緒に行こうって。いや、でもほら、待ち合わせに来なかったから。待ち合わせの場所どこか教えてくれてないんだけど。え、だからさっきからずっとメッセージ送ってるんだけど。嘘、ごめん。いいよ、自力で見つけたから。誰？ああ、ミカちゃん。ミカちゃん、どうも。どうも。ミカちゃん、本当にごめん。あの、この埋め合わせ絶対するから。いいよ、もう一セットあるもんね。優しい。どっち応援してるの、スグルは？最初はカラスの応援してたんだけど、今はなんかどっちつかずでさ。ここ、うるさいからもうあっち行こうか。おい！僕たち、ギャーギャー騒いで見るあれじゃないんで。では、はぁ、僕、そんなんだったっけ。うわ、あ、そうだ、飲み物買ってくる、ね、行きます。トサカ野郎もメガネ野郎もどっちもムカつく。だから負けんな。倒れてるとこ狙った。猫魔のムカつくとこは守備力が一番だけど、それだけじゃなくて、知らないうちにダメージ食らってるみたいなことがある。マジで油断ならねえから、あいつら。しつけえし、穴ねえし。スパイクを拾われることが守備完成の最終段階じゃない。へえ、どういうこと。ごちゃごちゃうるせえってぶった切ってくる感じは、猫魔に同情する。シャアシシシ、信じた全てをぶつけ合うように、今日にこの勝利、どこまでも貪り食い散らかせよ。こじつけは決戦、決戦、リーゼン、対戦でも勝利。
知ったもんじゃないと見捨てばかり。